はいどうも、中年オタッキーです。実は今ね、荷物を積み込みする、待たされ中なんですけども、なかなか荷物出てこないんで、ちょっと動画作っていこうと思って、今日はね、このカメラを紹介していきます。これはキャノンなんですね。キャノンの、すごく初期の、一眼レフカメラ、キャノンフレックスシリーズのキャノンフレックス RP っていうカメラになります。それでは、動画スタートしていきます。はい、このカメラなんですけど、1960年の発売になりますね。もうちょっとで60年になるんですね。であんまり売れてません。無骨のデザインでね、その個性的なんですけども、1959年に、このカメラの、上位機種、キャノンフレックスっていうのが発売になって、このカメラは1960年発売のキャノンフレックス RP っていうね、一つ格安のモデルになります。で、格安のモデルになるんですけど、スペック的にはね、ほとんどその上位機種と変わらない、ファインダープリズムが取り外し不可になったとか、一応ねコストダウンはされてるんですけども、お得用っていう、位置づけのカメラになったみたいですね。で、キャノンフレックスシリーズなんですけども、一番最初に今フラッグシップのキャノンフレックスが発売になるんですけど、その翌月に伝説のカメラともいえる、ニコン F が発売になってるんですね。で、まあその当時の状況はちょっと詳しくはわからないんですけど、まあおそらくこのニコン F が爆発的にヒットして、キャノンフレックスシリーズはその影になってしまったのではないかと思うんですね。それであんまり売れなかった。で、このカメラ、まあキャノンフレックスもキャノンフレックス RP もそうなんですけども、露出系はありません。露出系はね、外部装着式って言ってね、ここにね、ちょっと出っ張りがあるんですけど、ここに装着するタイプです。外部露出系で、一応ねシャッターダイヤルとも連動したみたいです。ないんで分かんないんですけど、で、性能的にはね、シャッタースピードは1000分の1まで切れますし、写真をね撮るのにその問題となるようなものは特にありません。シャッターはね、横走り式の布巻くフォーカルプレーンでして、この現在っていうか、その後に続くキャノンの一眼レフカメラとしては、ごくごく標準的なものを、装備してるんですけども、ちょっとかなり変わってくるとこポイントがこれですね。巻き上げればこれ下についてるんですね。これはなんかこの当時のキャノンさん、古いモデルはなんかよく採用されてる、例えば、初代キャノネットもね、これ下巻き上げですしね、これ速射性が高いっていうんで、あれなんですけど、レンズをホールドして巻き上げるときこっちなんで、微妙っちゃ微妙ですよね。この右軍艦右肩にあったら、こうシャッターを押してそのままホールドを外さずに巻けるんで、そっちの方がいいような気もしますけど、この時キャノンさんはこっちの方がいいと思っていたようです。で、レンズなんですけども、このカメラ、これについてるレンズはいわゆる巻き絵レンズ 50mm の F1.8 がついてます。R マウントの R マウントの 50mm F1.8、スーパーキャノマチック、R っていうレンズがついてます。スーパーキャノマチック R って、その大げさなんですけど、単純にシャッターを切った瞬間だけ絞りが閉まるっていうような普通のあれ、ごくごく普通のあれなんですけど、で、レンズの状態ね、このカメラあんまり良くないんですね。頑張って磨いたんですけどね、これね、マウントはね、FD-FL マウントと全く同じものになりますし、一応ね、FL レンズは問題なく使えます。FD レンズもこれ、開放なら使えるのかな、つけたことないから分かんないですけど、それでとりあえずね、ちょっと、悪影響は出てると思わなかった、実は あんまり悪影響出ないだろうと思ってて、試写したね、こいつで試写した、写真を紹介していきます。それでは、作例ご覧ください。
はい、作例見ていただけましたかね。強い光があるところではどうしてもねちょっとフレア状になってしまうんですけども、まあ巡光で撮る限りはね結構いいだとは思います。でさっき言いましたあの FD レンズで問題なく使えるかっていう話、今ちょっとつけてみましたけど問題なく使えてます。だからこのカメラボディだけ持っててレンズどうしてもその R レンズ R マウントのレンズが買えないって人は FD レンズ FL レンズどちらでも使えるようです。問題なく使えてます。それでですねまあカラーの作例がないんで、まあ、せっかくねネックスアルファネックスの6を持ってて FD マウントのアダプターを持ってるんで FD マウントのねレンズアダプターは FL とか R マウントでは実は使えないんですけど絞り連動ピンを外せば、つくんで無理やり外してつけてみました。で、一応最初ちょっとねレンズ一回分解して磨いて納得いっててその写真撮ってで作例を見て納得いかないんでもう一回分解したんですけどまず一回目のねこれで大丈夫だろうと思ってた時の、写真の作例を上げていきます。NEX6 にね、この R マウントの、スーパーキャノマチック R50mmF1.8 を、つけた感じなんですけど、まあどうしてもね、強い光の下ではフレアが発生していますね。色、これね、コーティングはどんなコーティングが入ってるかわかんないですけど、60年前のレンズなんで大したコーティングは入ってないと思うんですけど、まあ、古いキャノンのレンズにしてはかなりいい感じの色が出ているんだと思います。解像度もなかなかです。でバラしてみて分かるんですけどこれとんでもなく簡単な構造のレンズなんですけどよくこんな簡単な構造のレンズでねこんな色が出るなと思いました。でまあ納得いかなかったんで分解して、分解した後撮った作例も上げていきます。それではご覧ください。2回目の分解用の、作例になるんですけど、この写真ね、これトラックのねミラーを、その車の中からキャビンの中から、試し撮りした作例になるんですけど、これねよく見てみるとね先ほどのあれでもそうですけど、どうやらぐるぐるボケが発生してますね。これね、FL50mmF1.8 で有名、和製ビオタっていう、で有名なぐるぐるボケですけど今回初めて発見しましたけどこれぐるぐるボケが発生しています。ネットとかでググってもねこのレンズの情報はあまり出てこないんですけども実際撮ってみてねあれこれぐるぐるボケ出るじゃんと思ってこれ遊べるぞっていう、感じで見てます。でねまあ良い状態のレンズはかなり少なくなってくるとは思うんですけども一応ねこれこのカメラに、標準装着されていたレンズみたいです。だから、カメラが壊れてレンズだけ残ったという可能性もないことはないんでオールドレンズをね、ミラーレスカメラとか、に、マウントアダプターを介して、装着して遊ばれている方はもしかしたらね、見つけたら面白いかもしれません。解像度もまあまあですし色もね結構出てますし、まあ、ぐるぐるボケも発生しているようですしねその近代のレンズでは味わえないものが味わえてくるかもしれませんね。
はい、今日の動画は、ここまでになるんですけども、カメラの紹介の動画ばっかりになっていってるんですけど、なんかね、面白い企画ないか、取り比べとかね、そういうのはちょっと時間かかってるんで、なんかね、やってほしいこととかね、ある方はね、もしよかったらコメント欄とか、ツイッターのね、DM とかでも結構ですけど、書いていただければ嬉しいです。まあ、できるかどうかは別ですけどね。で、来週、今週上げれない、来週になるかな、来週の動画なんですけども、来週はいよいよ、ヤシカさん行きますね。こいつ行きます。ヤシカハーフ17です。で、こいつね、紹介するって言って、ずっと紹介してなかったんですけど、なぜかって言ったらね、露出系がね、ちょっとおかしくなってるんですね。で、モノクロで撮ったんですけど、全部露出オーバーになってしまってて、デジタル的に補正してね、見れる写真は作れるんですけども、あまり見れる写真がなかったんで、このカラーネガで撮りました。で、カラーネガまだ現像はしてないんですけども、おそらくね、以前の動画でも紹介したように、カラーネガは露出オーバーに強いんで、まともな写真になってくると期待しております。で、今週末に、現像に出して、その仕上がりによってもしかしたら、予定は変更になっていくかもしれませんけども、もしね、仕上がりがいいようであればね、こいつの、モノクロとカラー、でどんな写真が撮れたかと、こいつね、なかなかね、いい状態のカメラなかなか出ないみたいです。で、こいつも僕が持ってるやつもね、露出系がまともに動きません。でもね、まともに動くとね、レンズが抜群にいいです。まあその辺はね、紹介の動画で、見ていただければと思います。今日の動画はここまで、また来週になるかな、お待ちください。で、チャンネル登録者、今ね、1480人ぐらいまで来てます。で、1500人に到達しましたら、こちらのカメラね、以前紹介しましたが、初代キャノネットを、カメラプレゼントの抽選を始めます。まだね、チャンネル登録をしてない方は、ぜひぜひね、チャンネル登録をしていただいて、これね、ハードケースもつけてね、差し上げることにしてます。こんだけね、干潮のね、キャノネットは珍しいと思いますよ。初代ですけどね、初代前期だから ISO200 なんしかフィルム使えませんけど、まあマニュアルで撮ればその限りではないですけど、そんな感じです。それではね、まだチャンネル登録まだの方、こっちかなどっちかわかんない、チャンネル登録ボタンありますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それではまた、次の動画をお待ちください。じゃあね、最後まで見てくれてありがとうございました。